私の名前はマナ。結婚して半年、幸せな毎日を送っている。夫のケンイチはサラリーマンで、私は事務員をしている。お互い忙しいけど、家に帰れば一緒に仕事をしたり掃除をしたり。周りのみんなは今が一番いい時ねって言うけど、そうなのだろうか。私たちが住んでいるのは賃貸のマンション。子供ができた時のために、もう少し広いマンションを購入しようと、今は貯金に精を出しているところだ。そんな時、突然父がやってきた。一日でいいから止めてくれ。次のお部屋をすぐに決めるから頼む。夫とリラックスタイムを楽しんでいたところにやってきた父は、どう見ても元気とは言い難かった。どうしたの？部屋の中に招き入れた父を座らせ、お茶を入れてあげた。すると湯飲みを両手で挟むように持ち、うなだれている。こんな父を見たことのない私は、何かとんでもないことが起きたのだろうと察した。父はしばらく無言だったが、申し訳ないと力のない声で言った。ねえお父さん、何があったの？何があったのかと聞いても、なかなか話してくれない父に多少の苛立ちは感じたが、どうやら簡単に口にできることではなさそうだ。夫が私の肩に手を置き、お父さんが話そうと思った時に聞けばいいよ。今はゆっくりしてもらおう。というので、急いで聞いてもダメだと思った私は、それにうなずいた。心配しながらも無言の時間が流れ、やっと父が話し出した時、驚くような事実がそこにあった。糖尿病が悪化してね、今じゃ歩くのも痛くてね、仕事も満足にできないんだ。会社はそんな父さんに長期休暇したらどうかと言ってきた。優しいじゃない。いや、事実上の解雇だ。え、なんで？例えば、半年休んだからって病気が良くなるわけはないんだよ。そうなれば半年後には解雇が待っている。あ、それに休んでる間は給料が出ない。それを知った母さんとミナは、役立たずの父さんに出て行けと言ったんだよ。そんな、今まで一生懸命働いて家族を養ってきたのに？父さんも驚いたよ。だが病気が悪化するにつれて、母さんが冷たくなっていたのも分かっていたし、ミナが父さんをバカにしているのも分かっていた。だから出て行けと言われたら仕方がないのさ。父の言葉を聞いて、夫は驚きを隠せないようだった。だが私には理解ができた。というのも、私が家にいた頃から父には居場所がなかったのだ。仕事から帰ってきても母が優しくしていたのを見たことはなく、妹のミナも父をバカにしていた。父という人は二人にとってお金を引き出すための ATM でしかないようだった。それを見て分かっていた私は、父との会話を大事にしてきたし、父の支えになりたいと思ってもきた。しかし私の結婚が決まり、家を出たことで、さらに父の居場所はなくなったというわけだ。時折母から連絡が来ていたが、連絡の内容は愚痴ばかりだった。お父さんの洗濯なんてしたくないのに、なんであの人は洗濯物を洗濯機に入れるのかしらね。洗濯機に入れてくれるならいいじゃない。冗談じゃないわよ。お父さんの洗濯物とミナの洗濯物が一緒になってるのが分かると、ミナは自分の洗濯物を全部捨てるのよ。そのためにまた新しい洋服を買わないとならないんだからね。まったくいい加減にしてほしいわよ。それはミナを叱るべきじゃないの？ミナの気持ちはわかるじゃない。お父さんが自分のものは自分で洗えばいいだけよ。お父さんは家族のために一生懸命働いてくれてるんだからさ、もう少し優しくしてあげてよ。一生懸命働くのは当たり前でしょ。それにあの人ったら最近糖尿が悪化してるみたいで、やれ薬だなんだって医療費がかさむのよ。そんなに給料だってもらってないのに、本当に参っちゃうわよ。こうなるとただただ母の愚痴を聞いてるしかない。その愚痴はとにかくとどまるところを知らないように続くのだから。そんな状態の実家にいるのも辛く、さっさと家を出ることを考えていた。母からしたら長女なんだから親の面倒を見るのは当然だと思っていたようだが、父は私が家を出たいという気持ちを理解してくれていた。多分父も出られるものなら家を出たいと思っていたことだろう。
しかし家族に対する責任があるため家を出ることができないと自分を抑えてきた。父はそういう人だと私は思うし、そんな父が好きだった。それなのに働けなくなったからといって追い出すとは。お父さん、ミナは働いてるの？せめてアルバイトとかしてるの？いや、相変わらずだよ。バイトくらいはさせた方がいいと母さんには言ったんだが、可愛い娘にそんな辛いことはさせられないと言っていたからね。相変わらずだろうな。あの子どうするつもりなんだろう。妹のミナは大学を卒業すると料理の勉強がしたいからと料理学校に通っていたのだ。料理学校ならば仕事をしながらでも通えると言ったことがあるが、母はミナは働きながら勉強なんて無理だと笑っていた。そのため結局バイトすらしたことがなく、私が結婚する時も無職だった。しかし25歳という年齢を考えたら、いい加減自分の小遣いくらいは稼げないと仕方がないと思うが、ミナ本人は何とかして働かずにいる理由を作っているように見える。家を出るとき母にもミナにもその話はしたのだが、結局無駄だったようだ。父さんにもわからないよ。母さんはお前が結婚して家を出てからより一層ミナを溺愛してね。ミナが嫌がることは何もさせないんだ。あのままではあの子はダメになるだろうな。その通りだ。今のままではダメになる。いつまでも親に頼ってはいられないというのに。そして母はそれをどう考えているのか。働かない妹を家に残し、病気の父を家から追い出し、だからといって母だってずっと専業主婦で来たのだから生活に困るはずだ。翌日、私は母に連絡を入れた。母がどう思っているのか知りたかったこともあるが、父をどうして追い出したのかも知りたかったのだ。だが母の答えは簡単なものだった。働けないお父さんと一緒にいても病院代がかかるだけじゃないの。生活だって大変なのに、その上病院代までかかったらどうやって生活したらいいのよ。だから出て行ってもらったのよ。至極当然ですよ。そんな、じゃあこの先お母さんたちはどうするつもりなの？あら、それこそ簡単よ。お父さんのお金があるからそれでなんとかできるわよ。あの人には1円だって渡すつもりはないわよ。なんてことだろう。家族のために働いてきたというのに父を無一文で追い出すというのだ。あんたも適当に追い出した方がいいわよ。働けないわ、お金はないわ、病気だわ、取るとこなんて何もない脳なしなんだから。これ以上母の言葉を聞きたくないと思った私は電話を切った。そして夫に全てを話したのだった。そんなことがあったのか。私、お父さんをこのまま放り出すなんてできないよ。そうだね、俺もそんなことできないよ。あんなにいい人なのに。一日だけ止めてくれと言っていた父は、痛い足を引きずりながら不動産屋を回っていることだろう。父のことだ、私たちに迷惑がかからないようにと今頃は必死なはずだ。何とかしてあげたい。父を助けたい。だったら私たちが父の居場所になってあげられないだろうか。そう考えた時だった。夫が口を開いた。お父さんと生活しよう。本当、いいの？私が頼もうと思っていたことを夫の口から聞き、信じられない思いだった。もちろんだよ。マナのお父さんは俺の父親でもあるんだ。夫の力強い言葉に抱きつきたい思いを感じた時、玄関が開き父が帰ってきた。だがその姿は疲れ切っているようだった。お帰りなさい。マナ、ケンチ君、すまん。一日でアパートを契約しようと思ったんだが、なかなか決まらなくてね。明日には決めてくるから、もう少しだけ時間をくれないか。お父さん、もう住むところなんて探さなくていいよ。健一さんがね、一緒に暮らそうって言ってくれたの。それは嬉しいが、さすがにそうはいかんだろう。いえ、お父さんさえよければ一緒にいてほしいと思います。そうすればマナも安心でしょうし、僕も安心できますからね、お父さん。しかし俺はもう働くこともできないんだよ。君たちに迷惑はかけられないよ。僕が働きますから。お父さんは今まで一生懸命働いてきたんです。今度は僕が家族のために働きます。お父さんは家族なんだよ。夫の言葉を聞き、私の言葉を聞いた父は涙を流し、ありがとうと繰り返していた。
ところがそれから数日後のことだった。母から連絡があったのだ。お父さんはあそこにいるのよね。そうだけど、どうしたの？お父さんのカードが使えないのよ。カード？どういうこと？さっきミナが洋服が欲しいって言うから買いに行ったのよ。そうしたらカードが使用停止になってるって。そんなはずはないと思ったんだけど、スーパーでも使えないのよ。今までこんなことなかったのに。あいつが何かしたのよ。きっとそうよ。電話の向こうからミナの声が聞こえてきた。二人の声は切羽詰まり、何とかしようと必死なようだった。うん、お父さんがカードの使用を止めたわよ。なんで？そんなことしたらお金が使えないじゃないの。でもそれってお父さん名義のカードでしょ。それでも今までは使えてたわよ。家を出るときに離婚届にサインさせたよね、お父さんに。当たり前じゃないの。万が一あの人が変なことして私たちが家族だってことが分かったら、こっちに責任が来るかもしれないでしょ。だからだよ、家族でもない人にお父さんだってカードを使わせるはずないでしょ。そんなこと聞いてないわよ。あまりにも当然すぎるからね、言わなかったんじゃないの。そんなバカな。お母さん、だったら通帳だよ。お父さんの通帳ならお金が入ってるじゃない。そうね。無駄だよ、お父さんが家を出るときに通帳は持って出たって言ってたからね。そのバカな、あれは夫婦の通帳じゃないの。お母さん、お父さんの給料から貯金してたんでしょ。それを使ったらいいじゃない。貯金なんてしてないわよ。え？毎月決まった額が入金されるのに、なんで貯金なんてする必要があるのよ。嘘。それに使う分だけ下ろしてたし。ああ。だからあの通帳がなくなったら困るのよ。これからだってあの通帳に給料が振り込まれるんだから。それはないわよ、お父さん退職したからね。なんですって。あんなに弱ってるのにまだ働かせるつもりだったの？そのつもりがないから離婚したんでしょ。そうだけど。退職したんなら退職金があるじゃない。それも独り占めするってことなの？そうよ、退職金は夫婦の財産じゃない。あのね、お母さん、退職したのは離婚が成立した後でしょ。ということは夫婦の財産じゃないんだよ。そんなバカなことない。私は一生懸命お父さんのために主婦をしてきたのに。一生懸命ね。何よ。一生懸命お父さんの給料を自由に使ってきただけでしょ。母の後ろでわめくミナの声が面白いように響いてきた。母は母でミナにわめかれ、ミナが言うままにこちらに言ってくるが、それらのどれもが身勝手なのだ。お母さん、離婚したんだから財産分与があるわよ。財産分与を請求すればいいのよ。ああ、お父さんがね、財産分与に関してはその家を二人にあげるそうよ。うちの財産なんて少ない貯金とその家だけだから、家をもらえば文句はないだろうってさ。家じゃお金にならないじゃない。元気だな。あのさ、売ればお金になるんだよ。そんなにお金が欲しいなら売ればいいじゃないの。そうね、この家は結構大きいし、売ったお金でもっと小さな家を買えば生活もできるわね。よかったね、お父さんが家をくれるって言って。これで全て解決じゃない。そうね、じゃあ早速不動産屋に相談に行かないと。でも売れるまでどうやって生活するのよ。それもそうね。まあな、やっぱりお父さんとやり直した方が得策だよ。お父さんそこにいるんでしょ。電話に出してちょうだい。ならいいの？やり直したら収入がない上に医療費がかかるわよ。それより働いた方が得策だと思うけど。お父さん目も見えなくなってるみたいだし、糖尿病の合併症はお金がかかるわよ。今後のことを考えたらお母さんの選択は間違ってなかったと思うけど。だったら当面の生活費はあんたが出してちょうだいよ。そうすればみんなも安心するんだから。お母さん、私は結婚して家を出たのよ。今は健一さんの家の嫁なの。そんなことできるわけないでしょ。だったらどうしたらいいのよ。働くのね。働けと言われて、母は他に方法がないと察したのか電話を切ってくれた。だが専業主婦とニートの妹だ。働けないのは分かっている。働けたとしてもかなり辛い状況になるだろう。だが辛いことを身をもって体験すれば、少しは父の辛さも理解できるのではないだろうか。そう思った私は電話を切ると、そばにいた父に笑顔を向けたのだった。それから1ヶ月が過ぎた頃だった。全てが順調に進むとは思っていなかった通り、またしても母から連絡が入った。
まあな、家を売却したけど大した金額にならなかったのよ。どうしよう。大したっていくらになったの？それがあんなに大きな家なのに500万だって、こんなバカな話あると思う？しょうがないよね、築年数結構経ってるし、家が大きくても価値ないし、あるのは土地だけでしょ。それに家があるってことは、その家が邪魔だからその分安くなるのは当然だよ。そうなの？500万でもいいじゃないの、当面は生活できるじゃない。それが現金をもらえるのは買い手がついてからだから、まだお金にはならないのよ。その買い手だってもしつかなかったらもっと安く叩かれるのよ。どうやら不動産屋もバカではないらしい。というかバカなのは私の母と妹の2人だけのようだ。スピーカーにして電話をしていたので、このやりとりは父も聞いているのだが、この話を聞いていた父は口元を手で押さえて笑っていた。どうしよう、やっぱりお父さんと再婚するしかないんじゃないかしら。そう言われて父を見ると、ないないと首を振っている。それはそうだろう、あれだけのことをされてそれでも元の鞘に戻りたいとは誰も思わない。戻れば過去の状況に逆戻りなのだから。もし父が戻りたいと思うとしたら、よほど母を愛しているのだろうが、どうやら父にそんな気持ちはなさそうだ。それはないと思うわよ、もうこの家にお父さんの居場所があるんだもん。ってことはお父さんの通帳もそこにあるってことでしょ。お父さんのお金をお姉ちゃんが好きなように使ってるってこと？バカなこと言わないでよ。この先お父さんだって医療費がかかるのよ。それを自分で払うためにめったに使ったりしてないわよ。とは言っても私は父の病気を悪化させたくはない。そのためにどうしたらいいのかは調べてある。父は私が調べた通りに運動をしたり食事療法を受け入れて頑張ってくれているのだ。おかげで血糖値もいい感じだと喜んでくれている。母との生活を続けていたら近い将来大変なことになっていたのも想像に難くないのだ。とにかくお父さんのお金はお父さんのものよ。誰も手をつけることは許されないよ。それより家を不動産屋に頼んだってことは、お母さんたちは今どこに住んでるの？住むとこなんてないから、不動産屋で一番安いワンルームのボロアパートを借りたわよ。ここは本当にひどくてね、ゴキブリは当たり前に出るし、隙間風は入るし。でも雨風はしのげるのね。それでいくらなの？なんだか事故物件とかで1万2000円ですって。なんとこともあろうに事故物件を借りたとは。本当に困ってのことなのだろうが、さぞかし恐怖を隠せない夜を過ごしているのだろう。それにこのアパート私たち以外に住人がいないのよ。なんでなのかしらね。それなのに夜になると人の話し声がしたりして、ちょっと薄気味悪いのよ。事故物件なのだからそんなものだろう。でミナはさすがに働き出したの？なかなかそうもいかなくてね。お母さんはなんとかスーパーのレジ打ちのパートを見つけたんだけど、あの子は毎晩聞こえる声に怯えちゃって、なんだか最近は変なことを口走ったりしてるわよ。そう、夜の仕事でもしたらそんなの気にならなくなると思うけどね。かわいそうでそうも言えないのよ。そうは言うが、電話の向こうでは元気な妹の声が聞こえているのだ。どこが変なことを口走るような精神状態なのだろうか。お化けの方が怖がって逃げていきそうだ。じゃあなんとか生活はできているのね。この間消費者金融から請求書が届いたけど。なんとかなるかしらね。何それ、なんでなの？お金がないから簡単に借りられるって話を聞いて借りたのよ。そしたら金利が高くてびっくりしたわ。でも家が売れたら少しはまとまったお金が入るから返せるしって思ったんだけど、それもどうなのか。母は消費者金融でお金を借りたというが、それがその後どのような展開を招くのか分かっていないようだった。ただ母がパートであっても働き出したことは良かったと思ったが。だからやっぱりお父さんとやり直した方がいいと思うのよ。だからそれはないってば。自分たちのことは自分たちで何とかするしかないでしょ。お父さんと直接話させてよ。そうすれば話が早いわよ。だってあの人は私を愛しているんだから。どこからそんな自信が湧いてくるのか本当にわからない。だがこれ以上話しても意味がないと思った私は電話を切ることにした。すると父が真剣な顔で私に話し出した。マナ、
きっと母さんは本当に父さんとやり直そうと思うだろうな。このままだと自分たちが辛いだけなのは分かっているようだし。お父さん、まさかお母さんと再婚するつもり？いや、さすがにそれはないよ。それより、このままだといずれここに母さんたちが押しかけてくるだろうと思ってね。そうなればお前たちに迷惑がかかることになる。確かに押しかけてきそうだと思った。父がいようがいまいが、自分たちが困ればきっとやってきて、最悪このマンションで一緒に暮らしたいと居座ることも考えられるのだ。だから父さんはこのマンションを出た方がいいんじゃなかろうか。待って、そんなことしても結果は同じだよ。お父さんがいなくてもきっとそのうちやってきて居座ると思うし。お前たちだけならそうもできないだろう。お前は嫁に出た身だ。そんな理屈が通るはずないでしょ。それを聞いていた夫がスマホの画面を父に向けた。お父さん、実はこのマンションを購入しようと思うんですよ。いつか貯金が貯まったら買おうと相談していたんですが、それを早めようかと。あ、綺麗なマンションだな。そうすればお母さんたちも居場所を特定することはできません。こう言ってはなんですが、住所さえ教えなければいいのではないでしょうか。確かにそうだが。それにね、実はさ、私妊娠してるんだよね。まだ2ヶ月なんだけど。え、そうなのか。これはなんておめでたいんだ。お父さんには絶対にこの子を抱いてほしいの。だから出ていくなんて言わないでよ。このマンションならここよりも広いから、お父さんの部屋だって作れるんだよ。しかし子供ができて俺の面倒まで。お願いします、お父さん、この子のためにも一緒にいてください。なんて礼を言っていいのかわからん。お父さんがいてくれたらそれだけでいいんだよ。そうですよ、家族なんですから。一緒に新しいマンションで暮らしましょう。夫の温かい言葉に涙する父を見ながら、私は夫と結婚したことを心から感謝していた。それから1ヶ月と経たずに私たちは引っ越しした。お腹の子は順調に育ち、夫も父も赤ちゃんが生まれてくる日を心待ちにしてくれている。最近では休日になると日だまりの中で夫と父が将棋を指しているが、その光景に幸せを感じる毎日だ。ところで母とミナはどうしているのか。ミナの友達に聞いたところ、働きたくないミナは幽霊を理由に働けないと言っているそうだ。そんなミナを哀れがり、母は周りから使えないと言われながらも必死に働いているらしい。さらに家が売れればこんな生活ともおさらばできると言っているらしいが、相変わらず家は売れる気配がないのだとか。このままではいずれは消費者金融に追いかけられるのは目に見えているが、こちらから連絡しようとは思わない。こうして私は二人をブロックし、平和で温かい生活を手に入れたのだから。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。